こんにちは天馬アカデミー o ーは高収入で物価高、Amazon で高く売れる商品は簡単に見つかるというお話です。輸出ビジネスは儲かる。しかし、初心者だと儲かる商品を見つけるのが大変ということもあります。しかし、オーストラリア Amazon が始まればですね、簡単に儲かる商品が見つかります。 なぜかというと、まあ、それを物価高、そして高所得という点からですね、えー、ちょっと説明したいと思います。まあ、こちらがねオ、オーストラリアドル紙幣なんですけど、まあ、大体今86円少しね、ね、えー、大体通貨でいうと10ドル、ね、この10ドルが870円という数字になるんですけど、まあ 1000円が10ドルぐらいかなという感覚だとですね、えー、ちょっと、まあ、オーストラリアの高い物価を表してないなという感じです。そこで、まあ、私が住んでいるシドニーの物価ですね、それを日本と、まあ、東京とシドニーで比べてみると、まず5ドル紙幣、5ドル紙幣で、えー、ペットボトルの水やコーラを買えます。まあ、20セントぐらいお釣りがもらえるかなという感じですね。 それから20ドルで安いランチパックが買えます。お弁当ですね。が買えます。20ドルで弁当かっていう感じなんですけど、えー、だいたいね、安いもんで12ドルぐらい。で、まあ、普通は15ドル前後に水を買ってだいたい20ドルでね、1ドルか2ドルお釣りがもらえる。まあそんな感じですね。で40ドルで弥生県の定食を食べてビールか安いグラスワインが飲めると。 こ東京だとね、えーまあ、東京の物価は言うまでもないんですけど、えーまあ、440円でペットボトルの水やコーラ3本買えますね。で、えー、1740円、20ドル相当だと安いランチ弁当が3、人分買えると。まあ、ワンコインで結構おいしいボイントありますからね、えー、買えると。で、えー、40ドル3480円で弥生県に行けば、まあ、3人で定食食べてビールかグラスワインを飲めると。 いう感じですサバ定食、日本だと630円、シドニーだと、えー、17ドル80セントです。で、まあ、なんでそんな物価高いのかというとね、そもそもが所得、あるいは人件費が高いです。でこれね、えー、コールズという、まあ、スーパー、イトーヨーカドみたいなもんですね、えー、時給が19.28ドルです。ヨーカドのね、時給が。 えー、普通は950円ということなんで、まあ、場合も違わないんだなというふうに見えるんですけど、ところがね、オーストラリアの決まりだと、えー、どんどん普段じゃないときに働くと、えー、加算して払わなきゃいけないというのがね、法律で決められてます。夜10時過ぎ働かせると12%増し、土曜日は25%増し、日曜日は50%増し。 祭日、えー、パブリックホリデーに至っては、えー、250%増しと、ねえー。ものすごいぼったくりバーもびっくりなね、えー、この案外っぷりなんですけど、だから、まあ、最低時給はね、えー、まあ、倍ぐらいしか変わんないにしても、この加算を考えると、まあ、実際3倍ぐらいの時給の違いがあると。でね、えー、生産性というか、レジのキャッシュ値でいうと、大体いい1人の人がさばくスピードはですね、 日本人の3分の1ぐらいです。そう考えるとね、3か月3の9倍の人件費がかかるわけですね。同じものを売るのに。まあ、恐ろしいですね。まあ、だから物価は高いということも言えるんでしょうけど。でさらに国民性もあります。ね日本の場合、平均所得は420万円。これ国税庁のデータです。で えなんと気の毒なことに、オーストラリアの最低賃金5万3900ドルより低いと。これ、最低賃金ってどういうことかというと、学校出て新卒でですね働いていきなりこの5万3900ドル以上払わなきゃいけないということですね。恐ろしいですね。何もできないえ新卒と、日本の普通に働いてね、働き盛りの45.6歳のねえサラリーマンの所得一生 いやあるいは逆転してるとで。さらになんですけど、オーストラリアの場合ね、共働きが多いです。えー、物価高いからね、えー、共働きしなきゃいけないんかなというと、まあ、そういう面も多少あるんでしょうけど、何より、この働くスタイルが違くてですね、1週間働く時間が37時間と。まあ、当然のことながら、これを超えて働かせると、まあえー、高い残業代を払わなきゃいけないとか、えー、法律に違反するとか、そういういろんなめんどくさいことが出てきます。 で、8時から10時の好きな時間に出社。だからね、子供を学校に送ってから会社に行くってことができるわけですね。で、ランチが最低1時間。これね、ランチ一応1時間っていうふうになってんですけど、全然余裕で1時間じゃなくてですね、えー、1時間でランチを食べて、で、その後1時間酔いを覚まして会社に戻るとかね、いうのもありますし、えー、まあ、普通に1時間でキッチンに戻って仕事やってるって人はね、えー、本当にまあ、 まああれでしょうねほとんどの人は1時間きっちり飯を食うと、ね。で、その前後の移動時間とかね、コーヒー飲む時間はランチタイム以外に取るという感じですね。で、仕事終わりは4時から6時の間、好きな時間に来ちゃと。だから子供を学校に迎えに行くことも可能ですし、女性の方もね、家に帰ってから夕食を作るとか家事をするということも可能と。あるいは給与が高いんでね、 えー、ハウスキーパーとかね、あるいは子どものピックアップの、えー、アルバイトを頼んだりという人もいます。まあ、そういう風にお金使うんでね、まあ、大した苦労もなく、ないし新卒のうちから5万3000ドルぐらいもらってますんでね、えー、普通に収,収入はたくさん得られるもんだということでね、貯金をしようとかいう考えはあんまりないんで、えー、年収、世帯年収1400万で貯金ゼロでっていうのは普通にあります。ねやね 平均所得420万でカツカツのはずなのに貯金をしちゃうと、ね。かたや1400万もらっているのに貯金ゼロ。借金ならいっぱいありますけどねという感じです。まあ、それだけね、えー、所得が高くて物価が高くて金遣いの荒い、えー、オーストラリア市場。まあ、なかなか日本,日本だとね、えーまあ、eBay でもやらない限りはね、円、えー、がないんですけど、アマゾンの物販が始まれば。 普通のものをオーストラリアで売るチャンスというのはねこれはかなり美味しいです。まあ、他のね、えー、記事なり、動画なりでまた、えー、いろんなものがね、えー、つまんないものが売ってないとかね、えー、気の利いたものが全くないとか、えー、どうでもいいものがすごく高いとかね、えー、そういうのは、えー、いろいろまた記事アップしますけど。まあ、何しろ普通に日本で売ってるもんでね、3倍で売れるものなんてのはゴロゴロ見つかります。そんなわけで。 まあ、オーストラリアアマゾン始まればですね、相当稼ぐチャンスであることは間違いありませんので、そのオーストラリアアマゾンの開始を逃さないようにですね、この無料メールセミ,セミナーに登録してお待ちください。こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録する,ボ,ツ登録するボタンを押すとそうすると。 アマゾンの基本的なノウハウとオーストラリアアマゾンの開始情報、オーストラリアアマゾンの情報なんかをお届けさせていただきます。ご登録お待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。